西村国務大臣。大臣各党の皆様におかれましては、政府の新型コロナウイルス感染症対策にご協力を賜り、御礼申し上げます。本年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の4都県を対象とし、期間を1月8日から2月7日までとして、緊急事態宣言を発出し、 1>, 1月14日から2月7日までの間、緊急事態措置を実施すべき区域に、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の7府県を追加いたしました。その後、栃木県を2月8日から除外し、緊急事態措置を実施すべき区域を10都府県に変更するとと,ともに、緊急事態措置を実施すべき期間を3月7日まで延長いたしました。3月1日から、岐阜県、愛知県、愛知京都府、大阪府、大阪 兵庫県及び福岡県を除外し緊急事態措置を実施すべき区域を東京都埼玉県千葉県神奈川県の4都県に変更をいたしましたこの首都圏の4都県についてステージ3ギリギリの指標もあることから特に医療提供体制に対する負荷を軽減しステージ3相当確実なものとするため緊急事態措置を実施すべき期間を2月3月21日まで延長いたしました 4都県におきましては、病床を確保し、事業者への営業時間短縮の見回り、呼びかけ、文書による働きかけ、テレワーク7割の要請などの対策をの徹底を図ってきたところであり、この結果、病床の使用率は、前回延長した際には50%ギリギリの数値であった埼玉県および千葉県についても30、30%台まで低下をしております。このような状況を踏まえ、ステージ3相当を確実なものとしたと判断し、 本日、基本的対処方針等諮問委員会を開催し、緊急事態措置を実施すべき期間とされている3月21日をもって、緊急事態措置を終了することについてお諮りし、ご了承をいただいたところであります。これを受け、この後、政府対策本部を開催し、4都県の緊急事態措置を終了することを決定したいと考えております。今後とととも国民ののの皆様の命と健康ををを守るることを第一にに足元の微増傾向にある感感染染状況を踏まえ感染剤 再拡大を防止するため、都道府県と緊密に連携しながら、モニタリング検査や変異株の PCR 検査、積極的疫学調査、高齢者施設への集中的検査などの取り組みを徹底してまいります。各党の皆様におかれましても、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げますただいまの事前報告について、発言を求められておりますので、順次、これを許します。 稔川。